って、コカ・コーラの代わりに牛乳に入れて、だいぶ前のことなんですけど、コカ・コーラに牛乳を入れるとコーラが透明になるという話がありました。それを検証したいと思います。まずコーラですね。もうすでに注いでおいたのがあるんですけども、比較のために少し多めに使います。後でね、あの色を確認したいということがありまして、こちらも牛乳ですね。もうすでに、取っておいたんですけども、でこちらにコーラを小さい器に入れます。で牛乳ですね。牛乳を注ぐんですけども、ちょっと注ぐとこんな感じですね。コーヒー牛乳っぽいって言いますか、ね、ちょっとかき混ぜると、もうすでにあの成分が分離してきたような感じがします。もうだいぶですね、牛乳の成分が、まあ、牛乳の、まあ、主にカゼインというタンパク質ですね、ミセルコロイドとして安定してるんですけど、それが、コーラの成分の何らかの成分の作用でコロイドが安定を失って、いわゆる塩石ですね、固まって沈降が始まっていると思います。もう上澄みの方がもう透明になってきてるのが分かるかと思います。もう少しこのままで様子見たいと思います。はい、だいぶ上澄みが透明になっているのが分かるようになってきました。あのコーラがなんでこんな風になっちゃうかって話なんですけど、コーラにはですね、もともとあの酸味料ですね、有機酸、クエン酸等が加えられていて、そのクエン酸と牛乳との関係ですね。牛乳はよくあのレモン汁を絞って塩石をさして固まらせてチーズ作りの実験なんかもよくされるんですけど、それと同じ理屈ですね。まあコーラに牛乳を入れたら、コーラに含まれていたクエン酸の作用で牛乳の中でですね、安定して存在していたカゼインのミセルコロイドが凝集して、まあ、沈降していくと、塩石という現象が起こったというふうに考えられます。で、上澄み液がなんで透明になるかって話なんですけども、このコーラのこの茶色の成分はおそらくはカラメルの色だと思われるので、じゃあそのコーラを入れずにですね、カラメルを単独で作って、はい、こちらですね、そのカラメル牛乳を作ってコーラの代わりにクエン酸を入れて、その茶色い成分が抜けるかどうかも合わせて実験してみたいと思います。はい、今ザラメですね、ザラメの砂糖を加熱してカラメル化させています。こちらに先にですね、牛乳を入れておいて、そこにカラメルを注ぎたいと思います。コカ・コーラの茶色い成分がこのカラメルだというふうに考えて、コカ・コーラの代わりに牛乳に入れてカラメル牛乳を作ります、ね、ちょっとだけ茶色っぽくなりました。これにやはりコーラに含まれているクエン酸の代わりにですね、直接クエン酸の粉末を加えています。この茶色い成分が抜けるかどうかですね。はい、もう牛乳が固まって、いわゆるゲル化が起こっている様子が分かります。ゲル化が起こっている感じがしますね。アバウトな実験でちょっと分かりにくいんですけども、こちらのカラメル色の牛乳の色が
まあ、抜けて透明の上澄みが出てくるかなっていう実験なんですけども、まあおそらくはカラメル色素も一緒にですね、カゼインの凝集した部分に吸着されて下の方に沈降していって上澄みが透明になっていくのじゃないかなというふうに思われます。はい、だいぶあの透明層が見えるんですけども、まあ、コーラに牛乳を加えるとコーラが透明になるって話なんですけども、ここの層を見てもらうと分かる通り完全に透明になっているかっていうと若干茶色っぽくなっているので、水溶性の物質であるカラメルが多少はこう残っているということが分かりますね。こちらですけども、そんなはっきりあの見えないんですけど、ちょっとカラメル、加えたカラメル成分が少なかったのかもしれませんけれども、おそらくはそういった理由であのカラメル成分も一緒にカゼインの表面に吸着されて下の方にこう沈降していくんじゃないかなっていうふうに考えています。